まあ、症状が出た時のね特徴みたいなさ、そういったのが、分かってればさ、対応もできるしね、確かに。ツイキャスつながりました。やっとつながりました。すいませんね皆さんね、すいません、はい、だいぶ遅れてあのツイキャスつながっちゃったんですけど、はい、まあ、今日もね、まあ、いい天気で、今日朝暗い時間から実はウォーキングしてて、え、今日ですか、うん、で夜が開けた時の空とそのまんま、うん、こんな感じだったのよ朝。へー、朝6時頃かな、同じような雲、こんな鱗雲みたいなね。最近とっても綺麗ですよね、うん、なんかちょっと空が高い感じ、雲がね高い感じで、うん、秋めいた雲になってきたかなっていう感じはねするんだけど、まだまだ気温はね高いっていうところで、うん、まあ、ビアガーデン B サイドがね営業してる間は、こちらからお届けしますけど、はい、実はB サイドさんでね、今年金曜日、あ、今週の金曜日、うん、29日に、7時からね、純とすけとかね、はいはい、沖縄のお笑いライブの、はい、イベントが、このビアガーデン B サイドで、おー、B サイドで、うん、7時からあって、チケットは1000円なんですけど、あ、安いですね、うん、でまたいつもの通り今3000円でね、飲み食べ放題みたいな、はいはいはい、あれもね、できるんで、うんうんうん、バイキングで、うん、いいですね。お笑いライブ結構ね、ファンもついててね、リピーターの人もいていいみたいよ。普段はね、この B サイドの姉妹店っていうね、モンタナで、そうですよね、バーモンタナで、定期的にやってるんだけど、うんうん、この B サイドでもやるってことで、いいですね、うん、29日の金曜日ね、このロケーションでね、うん、7時からいい感じじゃないかなってことで、最高じゃないですか、はい、うん、でまたもう一つ告知が、今週末の、30日と、10月1日が、羽衣祭り、あ、来ましたね、羽衣祭りが、うん、あります。で第40回の記念祭りなんでね、へえ、40回、うん、花火もかなり上がるんじゃないかなと思って、うんうんうん、うん、皆さん楽しみにしてますね、うん、で僕らも宜野湾商工会青年部 の、 まあ、OB としてね、はい、いろいろ協賛してますけど、うんうん、青年部のブースが毎年すごい人気だわけ、うん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 、今年もねうまいのかなり揃えてるから、はい、ぜひね、美味しい餃子とかね、あ、いいですね、今年またいろんなコラボで、うん、商工会青年部のインパルスってブルーのねテントがあるんだけど、インパルス、インパルス、うん、でそこのブースでやってるんで、うんうん、ぜひねまた30日1日は足を運んでください、はい、でもう一つ、うん、10月1日にまた北谷シーポートカーニバル、はいはい、うん、のあるんで、重なっちゃう、重なってんだよ、あは、実はだから、宜野湾羽衣祭りの花火と、うん、ここから見える真正面に見える北谷町の観覧車の近くのね、うんうん、あそこからも花火がボーン上がるんで、あ、待って、野国総監祭りもじゃない、カデナの、あ、すげー、やばいね、まあ、この B サイトからやばいね、3つ見えるね、2箇所見える、いや多分ね、羽衣祭りは見えないんだよね、見えない、じゃあ、カデナとチャタンが見えるんだ、見える、すごいね、ここね、10月1日もリザーブ、やばいね、テンション上がるね、しておかないと、もう大変なことになるよ、へぇー、読谷祭りいつかな、その日じゃないよね、いや、読谷祭りは次の週か、本当にね、今週、いや、これね、たまたま、通常羽衣祭りっていうと、うんうん、8月の第2週目なわけよ、ですよね、うん、それは、ここ去年一昨年とかこう数年間、うん、台風で中止になったりとかっていうの結構あったから、それでちょっとずらそうと思って、うん、で他の祭りともずらそうと思ったら、うん、みんな被っちゃったっていう、ね、ぴったんこじゃんまあ人が分散する分にはいいかもしれないけど、うん、ね、でも嫌だ、もっとね、なんか どっちも行きたいから、どっちも楽しみたいけど ね、忙しいさ、だから場所によっては本当に3箇所見える場所もあるし、うんうんうん、ね、マンションの屋上とかさ、ザ・ビーチタワーのね、うん、ホテルとか、うん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 、あの辺からも、もしかしたら3箇所見える場所もあるかなっていう感じですけどね、いいですね、ということでちょっとね、はい、週末は花火のオンパレードっていうかね、うん、
目白押しになるんで、どうかどうか台風は来てほしくないなっていうね、大丈夫ということで、祈っております。はいはい、ということで、今日はね、レッツ深呼吸のまたゲストに、はい、曽根妙子さんをね、ね、チュラカーギー来てるよ、チュラカーギー、チュラカーギー来てるよ、ね、来てますんで、はい、内地からね、わざわざね、わざわざ本当に沖縄に来てますんで、はい、ね、2回目のゲストかな、はい、ね、ってことでいろいろね、まあ、告知もあるんで、うん、その辺もねお話ししていきたいと思います。はいはい、ってことで、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はビアガーデン B サイド、ワインバーセントマリノ、プレミアムウォーターの提供でお送りいたします。今日もツイキャスの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。てかコインくれてる猫さん、 ありがとうございます。コインありがとうございます。早速ありがとうございます。ペコムズさんお茶ね、お茶ありがとうございます。猫さんとペコムズさん、うん、ありがとうございます。お茶ありがとうございます。ちょっとねツイキャスのねスタートが遅れちゃったんですけど、うんうん、すいませんでしたね。ね、多分毎週見てる人はさ、ですよね、あれ来ないなって思ってたかもしれない、ね、すいません。よかったよかった。でも今日はまだ映り綺麗ですね。前回ちょっと暗かったんですけど、今日はまだいい方、その何ちゅうの光加減がね、うん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 、いい感じになってきたんじゃないかな。妙子さんここ初ですか、 B サイド。ここ初めてです。マジですか。そっかそっか、そうそう、下の時前回はそっか、スタジオでしたもんね、はい、スタジオで出させていただいて、めっちゃいいロケーションですよね。そうですね、もう内地は寒いですよ、うん、ですよね、やっぱねこんな外でやれないですねそっかそっか、やっぱもう寒いか、はい、あ、そうだね、涼しくなってきてるね。そうですね、もう今日の昼間とかじゃもう信じられなかったんじゃないですか。びっくりしました、まだ夏ですよね、思いっきり本当に寒いってことが信じられないですもん。そうですよね最高ですね、沖縄本当に、うん、いや先週か神戸行ってた時は、はい、あ、そっかそっか、うん、もう全然まだ沖縄と変わらないっていうかさ、先々週そうでした。たまたま暑くなったんですかね。先々週だっけ俺言ってた、うん、多分先々週それぐらいだったと思います、ね、でもリキさん暑がりだからなそれでじゃないいやいやいや、それはそうでもない、うん、そうそうそう、まだまだ一緒だなと思った。ここ1週間ぐらいだよね。そうですね、でそうそうそう、涼しくなってるんだよね。沖縄も来たばっかの時すごい暑くて、まあ、まだ夏と思ったんですけど、うん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 、3日ぐらい経ったらあれ夜涼しくなってきたみたいな。朝日はね、そうですね、ちょっとね、いろいろくれてます。またコインくれてますね。あ、コインありがとうございます。ザッサさ さんありがとうございます。ヘムヘムさんもありがとうございます。すごい今日はいろいろな方が。ヘムヘムさんのこれ何かな、ね、なんかさっき飛んでたよ。コインじゃなくてキャス君、それなって、うん、キャス君ありがとうございます。キャス君、キャス君って何？キャス君初めて見た。キャス君初めて見た。はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。あ、気持ちいいね。はい、ね、風がね。いや本当にいいですね、この空気。最高だ。うん。マジですか？あ、そうなんだ。初、初。
初体験ですね、ヤス君は、うん、あとでね、あのツイキャスの皆さんにまたあの先週のようにあの東シナ海の夕日をね、うん、ちょっとあの見てもらおうと思って、はい、ここ見えるんですか、うん、ちゃんとこの間もあのカメラをねちょっとツイキャスの皆さんに、すごい綺麗ですよ、うん、見てもらって、うん、もうちょっとしたら、はい、すごいいい時間になるんで、あ、そうなんですね、うん、あの本当にね、うん、あの夕日も朝日もそうだけど、はい、数秒で変わっていくからさ、そうですよね、色の変化が本当に、うんうん、昨日今朝、うん、あ、昨日の朝か、はい、撮った朝焼けがもうバッチリだった、うん、もう真っ赤で綺麗、見ました、見たでしょ、フェイスブックの、うん、本当あんな感じですよね、あんな感じ、いやだからそういう風なものが見れるって最高だと思います、贅沢ですよね、あの時間過ぎたら今度は黄金色になるわけ、最初は赤で黄金色になって、はいはい、であの日が差してくるんだけど、もうほんの数秒で違うからね、はい、まあ、この夕日もね、うん、ちょっとこう油断すると、はい、もう変わってしまうから、もうどのタイミングかっていうのを俺の位置からがとっても分かりやすいかな、あの後でツイキャスの皆さん、あのバッチリ綺麗な夕日見せますんで、はい、期待してください、ね、本当贅沢ですよ、 あのまた先週ね、あのオスプレイが目の前からね、そう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 、もう、 うわーって怖いじゃないですか、生放送、うん、普通にあるんですか、いや、あれは初ですよね、あの近くからは、うん、でもさっきもそこら辺に、うん、あの飛行高度は割とあるんだけど、そうなんですか、こないだの初めてでさ、うん、めっちゃ向かってきてましたからね、あれね、おお、ドキドキしちゃうですね、はい、はい、FM ギノワン、レッツ深呼吸、今日もね、天気がいいんで、ビアガーデン B サイドからお届けしてます、はい、気持ちいいね、本当に気持ちいい、ね、ようこそ沖縄へ、ね、メンソレ、曽根太鼓さんです、曽根太鼓です、ソプラノ歌手のね、はい、太鼓さん、はい、タエちゃんね、はい、タエちゃんですいやー、はい、まあ今ね、まあ内地から来たらまだ沖縄夏だなっていう話してたんですけど、そうです ね、もう暑いですねタイちゃんはいつまで沖縄いるんですか、はい、で今回は28日の朝帰ります、28日、はい、明日、あさって、そうですね、でも今回はゆっくりいたんですけど、22日くらいから、あ、21日間そう来たのはかなり長く1週間ぐらい自分のこうリセットみたいなこうことも兼ねて来させていただいて、はいはいはい、もういろんな沖縄の方々にあの愛をいただきましたあ、いいですね、はい、もう沖縄の人は愛が溢れてますからね、そう、うん、もうそのうちうちのうちになるんじゃないですかいや、それが本当にあの借りたいって思って、うん、でも前回物件を探そうと思って物件も見てみて、マジですか、そう、本当に、え、ちょっと呼んでくださいマジで、そう、数回遊びに行きます、そうで、あの実は今回、うん、あの本当に素敵なまたご縁があって、はい、レッスン室とあの自分が少し滞在できるような場所を、うんうんうん、あのごね、あのご縁でご提供いただけるようになったの、うん、なりそうなので、うん、また来月も再来月も来ますけども、またいろいろな私の人生が変わる気がしました、すごいです ね、ほら前回あのね、はい、もう1年前ぐらいになるかな、はい、出ていただいた時、うん、その時に、はい、もう沖縄住んだらどうですかっていうことを ね言ってたら本当になっちゃいましたね、本当にそうなりそうだ、すごいな、そうだ、11月は2回も来ますし、私今3拠点生活なんですけど、一応あの静岡と、うん、あと渋谷の笹塚っていうところ、東京と、そう、東京と、あとまあ沖縄は毎月来させていただいてるんで、あら、そうだからまたね、え、本当沖縄はエネルギースポットだと思って、うん、もう自分のためにも来させていただいてますね、うん、はい、沖縄の、まあ、どこがパワースポット、人間です、人間、あ、人、人です、あ、人間とかつって人間ね、人です、一番は人ですね、私が沖縄で出会う方々がやっぱり本当に、うん、なんですかね、本当にお話しさせていただいても心地よいですし、うんうんうん、もうなんか沖縄ってユンタクって文化あるじゃないですか、ユンタク、ユンタク、うん、で、うん、何、毎月こう
会うか友達が絶対いるんですよ沖縄では、うんうんうん、でも静岡東京で毎月絶対会う友達っていないんですよ。ほう、向こうの方がいっぱいいるのに。そう、向こうの方が友達いっぱいいたり演奏者の仲間もいっぱいいるんですけど、うん、毎月必ずご飯食べようねみたいな、そのご飯を食べるだけみたいな、うん、ただ喋るだけっていう時間がないんですよ。へー。だから全て演奏のことだったりとか、その打ち合わせとか、まあ、生徒さんだったりとか、うん、やっぱり自分の仕事がなんか入ってきちゃうんですけど、もう沖縄ではなんかただたまいもないお話するとか、うん、そういうようなことが多くて、うん、自分の本当癒しにもなりますし、うん、こう出会う方々が刺激的なんですよね、うん、私にとって。なんか自分が今まで感じてこなかったような話、うん、感覚的な話もそうなんですけど、だってこの前私初めてあの北部の方に初めて行ったんですけど、はい、その時に泣き人の、はい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 、泣き人城跡ってところに行った時に、こう上むとこあるじゃないですか、泣き人城市、泣き人城市のお城の跡のところ、うんうんうん、初めて行って、ありますね、上むところが、あのボランティアの方にあのお願いしたんですよ、案内を、うん、そしたらあの上むとこ行ったら何か感じますかって絶対言われるんですよ。でそれって当たり前じゃないですよ、向こうだったら、内地だったら、あ、そうなんですか。で そうなんて、そういう感じですよね、うん、当たり前じゃないです、それは。そうなんだ。だから何かを感じるとかっていう感覚自体がもう沖縄では当たり前じゃないですか、うん、あ、この人と会ったらこう感じたとか、この場所に来たら何か起こったとか、それは内地では当たり前じゃないんですけど、私はなんかこう、ここ来たらこう思ったとか、うんうんうん、こうあったらこう感じたってあるんですよ、うん、でも向こうでは全部蓋してたのが沖縄に来たらパーンって開いた感じ。あー、へえ。そうなんだ。今の反応がもう普通に内地だったら、そうなのみたいな感じですよ。マジですか。そうなんですよ、感じないですよ普通の人。だからそっかそっか、まあ、だからこの感覚が分かんないよね、うん、僕らずっと沖縄にいるから。じゃあもう感じますかって聞きますか。いや、感じますかって、うん、聞くんですね、普通に聞くかも。へえ。だからそれはなんかちょっとあの私はあの普通に今はもう普通なんですけど、うんうん、あのちょっと違うって思われる。うん、そうなんだ、うん、ちょっと違うと思われる。あ、はりまるさんね、なんか友達にご飯作ってあげたら、んお前の作る、ね、味噌汁、え、味濃いから、濃いから嫌いって言われたんですよ。これ何の話だから。ちょっとこの話につながってないけど。イエーイ、ね、イエーイ。ちょっと自分の思い切りプライベートを出してましたね。ありがとうございます。ということでちょっとね、僕も感じてきたんで、うん、感じてきたんで、ちょっともうこのタイミングいいんじゃないの。ちょっとあのツイキャスの皆さん、あの東シナ海のあの夕日をちょっとだけあのご覧いただきながらちょっと喋っておきますけど、もうちょっと右側かな。で違うでしょ。左左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 。あ、そこら辺見えますかね。カメラではあれかな、やっぱりあの、ね、ピンク色のような、ね、肉眼には勝てないな。うん、うん、ちょっとピンク色茜がかって ね、すごくサーモンピンクみたいなね感じの雲になってるんだけど、本当、うん、贅沢な景色なんですけどね、見てあげたいな。やっぱりちょっとねカメラでは分かりづらい感じするね。うん、もうだいたいいい感じになってきてるんで、ありがとうございます、キャンさん。はい、こんな感じで、東シナ海の夕日を見ながらね、うん、あの毎週火曜日お届けしてますけど、うん、はい、はい、ね、まあ、いろんな方がね沖縄に来られて、はい、あのパワースポットだパワースポットだって、うん、あの人によって、うん、はい、あの感じる場所とか、あ、そのものとか、はい、まあ、たえちゃんはね人って言ってたけど、うん、あ、そうですね、うん、ある島だったりとかね、あ、宮城島だったりとか、いろんなところにすごいあのパワースポットを感じる、今度ねたえちゃんがやる、はい、あれ、どこだっけ、あのガンガラの谷、あそこもね、はい、すごいパワースポットでしょ。11月3日にの夜、うん、ガンガラの谷というところで、うん、コンサート、私は30分間歌わせていただくんですけれども、はい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 、いろんなミュージシャンの方があの参加されるコンサートです。
11月3日ね、はい、11月3日いいところなんだよね、ガンガラの滝ってね。そうなんですね、うん、実際に行ったことはあります？ないんですけど、なんかでも洞窟でコンサートしたらいいんじゃないってある方から言われたことがあって、うん、太鼓さんにぴったりなとこあったんですよって。これは場所が違うんですけど、はいはいはい、だけどあそうかって なったらいいなって思ってて、うん、そしたら、うん、このガンガラの谷の話が来て、あもう聞いた瞬間から やりたいって思って、はいはいはい、で今回私、うん、あのちょうどさっきなんですけど、うん、あの指輪で銀又吉銀細工ってご存知ですか？銀細工、銀細工店のなんかこう昔の、うんうん、花嫁さんが、うん、まあ、貴族の花嫁さん、うんうん、沖縄の、はい、で指輪をあの作られてこうシャラシャラするような、はい、全部のモチーフに意味がある。へえ。でその指輪を作ることにしたんですけど、はいはい、それをそう作る伴奏は何もなしで、はい、それをつく身につけて、うん、あの私アカペラで30分間歌わせていただこうと思って。だから洞窟の響き、はいはいはい、と私とその銀の指輪、うん、やっぱいわすごいね、ちょっと鳥肌立った。すっごいだから本当音だけ。ちょっとフライヤー見せてもらう。チラシはないんです。またできたら。まだない。そうで11月22日はローズヒップ21周年記念パーティーということで、うん、私1時間歌わせていただくんですけれども、うん、はい、はいはい、そうこれはね、僕とちいかわもね、行かしてもらいますけど、はい、11月22日、1122、うん、はい、いい夫婦の日。あそうだね。いいですね。全くその感じがなかったね。もう、丸1になってから長いもんで。あそういうことですね。いい夫婦の日ね。ちなみにバツ1のことですね、皆さん、これね。はい、今、丸1って言うんだよ、ちいかわ。そうなんですか、丸1。じゃあ、伝わらない方もいるかなと思って。バツ1はもう昔のことですわ。これね、なんかね、すごい、ここも場所すごくいいんだよね。そう、素敵なんですよね。アメクテラスで、うん、そう、会員制のオーシャンブーの天ぷらダイニング。そう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 。天ぷらがめっちゃうまくて。天ぷらダイニングですね。うん。そう。これ、まだチケットあるんですか？そうですね、まだチケットありますので、ああ、じゃあ、よろしければ、問い合わせ先と、チケット料金と。はい、そう、チケットの問い合わせ先は、ローズヒップ、株式会社ローズヒップと検索していただくか、うん、もしくは私曽根太鼓のホームページでご連絡いただけたらと思います。で、お食事がございまして、6時30分から8時までの間にお食事、うん、ですごいビュッフェメニューがあるんです、ね、天ぷら3種にサラダにパスタに牛肉と豆腐炒め豚しゃぶ巻き寿司でいっぱいあるんですけど、やっぱいいね、それに3時間のドリンクがつきまして、あ、そうなんだ、そうなんです、すごい、1時間あでチケット代5000円でございますね、でもこうテンション上がるよこれ。そうそうそう、このメニューさ、そうそう、で実は私でタイちゃんの歌聞こえる、聞けるんですか？そう、8時15分から歌わせていただきますね。いいっすね。1時間も歌うの？そう、1時間。うわー、贅沢。そうなんです。でそれですごいね、実はこの回で私、うん、3曲今あなたのふるさと、トライの翼、はい、大切なものほど目の前にあるっていう、うん、歌をGoogle Music や iTunes で発売させていただいてるんですけど、はいはい、その作曲家が相沢博正さんという作曲家なんですけど、この方がわざわざ内地からいらしていただきます。へー、この日にですか？この日に。相沢さん、相沢博正さん、貴重ですね。そう、はいはい、それこそ沖縄に来るきっかけになった家島で歌った時に、うん、初めて私相沢さんの曲、大切なものほど目の前にあるを歌わせていただいて、うん、そう、それでなんかそれからずっと宮里小学校で、ね、子どもたち700人の前で歌ったりですとか、いろんな場所でも歌わせていただいてて、はい、でそれでやっぱりご縁をいただいたって曲なので、うんうんうん、相沢さんにお声かけしたらぜひ、うん、来たいって言ってくださって、なんか嬉しいですねこういうのね。11月22日楽しみだね、はい、いい夫婦の日、うん、いい夫婦の日、はい、ね、そうですね、これ5000円で贅沢だ ね、食事も、贅沢ですよ、食事もね、3時間飲み放題とたえちゃんの歌が1時間そうですね、で初めて沖縄の曲を、うん、演奏会で歌わせていただきます。ほー、うん、そう、マジですか。そうで相沢さんが沖縄の曲歌うんだ。そうメドレーで作ってくださったりですとか、うん、はいはいはい、何かこの演奏会っていうか、まあ、パーティーで、うんうん、ローズヒップ の、 社長さんになるんですけれども、こちらの会社が、
1000、2000人のね、うん、花嫁さんを作りたいって。おこれ私のおばあちゃんですけど、そうですね、そう2000人の花嫁を、はいはい、作りたいというのは戦時中やっぱりウェディングドレスを着れない方がいらっしゃって、そういったも意味で、うん、なんかそういうおばあちゃんたちに少しでもこうエンディングドレスとして着ていただきたいなっていう思いでやらせていただいている会社なので、素晴らしいですね。そうなんです、うん、夢がある。うん、私のおばあちゃんも実は6月に来た時に、はいはい、初めてウェディングドレス着せていただいて、沖縄に来たんですか。そうなんです。その時たまたま綺麗な景色が見れなかったんですけど、はいはい、雨で、でもおばあちゃんが綺麗になりました。いいですね。、はい、一緒に来られたんです、沖縄に。そうなんです、86歳のおばあちゃん、すごい、飛行機に乗ってやってまいりました。へー、ですね。だからね、そっか、こういうのもやってるんですね。そうなんです。うーん、いいですね、手間協賛していただいて、はいはい、で歌うことになった、はい、歌うことになりました、ね。めっちゃ楽しみ、うん、ね、これ贅沢ですよ、ね、はい、まあ、その間にまたね、ジャッサさん今夜ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あ、高松真理さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜ありがとうございます。ということで、はい、今めっちゃベストベストなまた夕日になってるんで、高松真理さんもちょっと見てくださいね。東シナ海のいい、ね、もう最高に今真っ赤になってる、ね、ちょっと右右、ま、ちょっと右ちょっと右、上ちょっと上、わかるかな、うん、こう、そうだね、もう、そうだ、そんな感じかな、見えますでしょうか、いい感じで、夕焼けがね、見えてますね、すごい綺麗なんですけどね、はい、あとピンクがかって、じゃあちょっとパンして、茶炭の、焼けあたりも、あ、見えるかな、ちょっとボケてるかな、ちょっとボケてるな、あ、ちょっと上、若干上、あ、こんな感じで、見えてますね。はい、ありがとうございます。キャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、ビアガーデン B サイドからお届けしてますけど、先ほどのね、告知の、内容が届きました。はい、今週29日の7時から、ビアガーデン B サイドで、純選手とか、新都助、ドラゴンエマニュエル、すっとこどっこい、野田家一区青年会のエイサーと、あとビンゴゲームとかね、エイサーもあるんだ、うん、29日の今週ね、29日7時から、会費が1000円だけど、まあ、3000円で、ビュッフェスタイルのね、うん、飲み食べ放題もあるってことで、ビアガーデン B サイドの、お問い合わせ先が、098-893-3286、098-893-3286、ギノワン市急なのね、Gタウンビルの4階になります。FM ギノワンがね、2階にありますけど、その屋上になりますんでね、はい、29日はまた、足運んでみてください。まあ、先ほども言いましたようにね、今週末タエちゃん、まあ、タエちゃんが帰った後だけど、ね、29日に帰るんでしょ。28日に帰るんでしょ。そうなんですよ。今週末もこっからも花火どっかんどっか、ここただでさえさ、はい、このビアガーデンでこんな景色でさ、そうですよね、美味しい酒と、はい、うまい、ね、料理食べながら、うん、もう特等席だよ。ここから花火が見えるよ。ずるいです。もうちょっと早く情報してればね。今日でも本土とかではお祭りとかってお寺とかですか。いや、海でもやりますよ。やります、うん、はい、沖縄もね、だいたい海の近くとかでやるから、お寺でもやりますけど、うん、はい、なんかのね、お祭りの、そうですね、お寺も多いかな。ほんの数秒でも全然違うでしょ。本当ですね。もうさっきのね、夕焼けがもうあっという間になくなっちゃった。すごい。もうね、1分か30秒かそのぐらいの時間だったと思うけど、はい、もうね、なんか夜景の方が綺麗になってきましたけど、うん、はい、もうこんなね、こういう感じの、夜景が見えるアメクテラス、はい、あそこもね、本当にアメクテラスも、うん、アメクテラスもね、ちょっと高台でいい感じのところになって、うん、あ、そうなんですね。おしゃれな、初めてです。建物の一つのね、うん、なんか豪邸みたいな、ね、一軒家みたいな建物に、うん、プールがあって、そうおしゃれな、こう食事がまた美味しくて、やばいじゃないですか。そういうところで料理も豊富、料理も美味
嬉しい。ドリンクも3時間飲み放題で、で耳にもいいし、ね、大悟さんの、ね、歌で歌を生で歌います。やばいですね、これ5000円安いっすよ。ありがとうございます。本当に本当に。ぜひね、今ラジオ聞かれてる方とか、ね、ツイキャスご覧になってる方も、曽根妙子さんで、はい、Facebook とかね検索していただいて、はい、そうはそのソンギね、このね、うん、に妙っていうのはちょっと奇妙の妙ですけど女に少ないの妙で、はいはい、子供の子でございます、はい、電話ではよくこうやってあ妙、妙子ですとかって妙子妙な子ですみたいな、はい、ということでね、はい、いいですね。まあ一旦 CM 挟んで、はい、また後半ねちょっとお話聞きたいと思います。はもう暗いです、これからさらに、暗い中に帰りますよ。高松真理さんは神戸なんですね。沖縄かと思ってました。僕先々週神戸行ってたのに、うん、会いたかったな。あそっかそっか、うん、そうなんですよ。9月の下旬もビアガーデンあるし、はい、来月いっぱいあのビアガーデン、トムキさん10月いっぱいビアガーデンは10月いっぱいまで、あ11月までやるそうですよ。わあ、じゃあ暖かく、今年初のね、ちょっと北風を防ぐようなこの、うん、感じで、あなんか綺麗に映ってきてる ね、あ光は当たらないけど電気ついたからすごい、こっちは暗くなったからで周りがね、いいですね、はい、はい、あ神戸でやらないんだ ないですね。はい、今日もねレッツ深呼吸は、はい、あの B サイトからお届けしてますけど、ね、いい感じにこのツイキャスさんの皆さん、あの今ちゃんと映ってると思うんですけど、はい、綺麗に映ってる。あ高松マリーさんは、うん、神戸ではないんですね、うん、はい、あ沖縄にも親戚いるんですね。おなるほど、ぜひね、うん、このね、スタジオでっていうか B サイドでもお会いしたいですね。そうですね、はい、営業してる、生で見に来てください、うん、11月まで営業するみたいなんで、ね、すごい本当に、もう今年はなんか初の、ね、今までやっぱりこう季節によって風向きが違うんだけど、はい、これから、ね、10月11月になるにつれて北風が吹いてくるんで、やっぱりこの風が冷たいっていうことがあったんで、うんうんうん、ここでちょっと特別なものを今、うん、業者に依頼してるみたいなんで、うんうん、それさえ北風さえ防げば、うんうんうん、もう11月まで営業して、うん、で11月が OK だったらもしかしたら12月で年中営業するかもしれない、ね、だってこの景色さ、ね、もったいないじゃん。確かにわあ、どん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 この、ね、キラキラ夜景が綺麗になってくるね、キラキラしてきたね。うわあ、なるべくすぐ真下は見ないでね。今遠くをね。この B サイドっていうこのネーミングがね、はい、このベースの B。あ、そうなんですか。うん、ベースの横にあるから B サイドっていう名前になってんだけど、このベースが今回変換されるわけよ、はい、うんうんうん、でそれで変換跡地今ユンボがねもう30機ぐらい今真下に、うん、昼間はね動いてるんだけど、うん、まあ、ここがどん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 開放されて開発されていくんだけど、B サイドのネーミング変わるのかな、もしかしたら、まあ、ネーミングはそのまま名残は残しながらっていう感じだと思うんだけど、はい、そこ真下さえ見なければねすごい今す、ね、夜景も綺麗だし、夕日も綺麗かったしね、いい感じになってますんで、うん、ね、まあ、遊びに来てください、うん、気持ちいい、ね、はい、ということで、ね、たいちゃんのその、はい、ガンガラの滝の、はい、11月3日と11月22日この3日から22日の間またもちろん静岡か東京に戻るでしょ。静岡か東京か、あとそうですね、
あの伊豆いろいろ伊豆だったり伊豆だったり伊豆だったり北海道だったりこういろいろ行かせていただいてます ね最近忙しいでしょ、うん、だって海外とかもあそうですね、そう来年はあのスペインとベルリンがあやろうってなってそうそれこそ2日前ぐらいに連絡が来て、うん、で8月そうなんです、ね、そうなんです8月は、うんうん、それこそあのイギリスの方で歌ってへえすごいスペイン、ベルリン、イギリスそうですねもう世界的にね有名になっちゃうじゃん本当今のうちですよ皆さんマジでいやでもなんか日本語の歌がいろんなところで聴いていただけるといいなと思ったのと、うんね、着物で歌ってらっしゃったもんねそうなんです着物で、はいうん、歌わせていただいてすごい綺麗でしたそうなんですやっぱ日本人として自分ができることないかなって、うんうん、歌でできることないかなと思った時に、うん、やっぱそんなに英語はできないんですけど、うんうん、あのみんなの皆さんの力を借りて、うん、ちょっと MC を訳してもらったりとかして、はいはい、でそれで頑張ってきたんです英語の MC をして日本語でも歌を歌うっていうことをでそう20分間お時間いただいて、はい、歌わせていただいてそれこそお盆の時に行ったので、うんうんうん、日本では今お盆の時期でお盆というのはこういうことですっていうお話もさせていただいたりですとか、はいはいはい、そう、それでそれに合った曲、うん、だから季節に合った曲っていうのを日本人は歌う、うんうんうん、歌うじゃないですか、うん、食べ物も旬のものもっていうもの、うんうん、なのでそういうお話をした上であの歌わせていただいたりですとかこういうの大事だと思う、 そう、なんかあとメッセージですね、うん、やっぱりなんか私はこういう思いで今歌ってますって、うんうんうん、そうで聞いてくださった皆さんがこう凛としてまた一歩踏み出せるようにって言って、うん、最後スタンドアローンっていう久石譲さんの歌を歌わせていただいたりですとかはいはい、はい、そうあのテーマを持って演奏させていただいてはいいいですねすごいなすごいねあのタイちゃんのあの、はい、ね今綺麗なドレスとかさ、はいはい、ああいうのって全部自前なの自前です自前そうそうです全部あの真っ赤なドレスとかね真っ赤なドレスもそうですし着物も全部自分であのいろいろ見て買ってそれこそタイに行った時にタイってあのドレス屋さんいっぱいあるんですよへえ大きい靴もいっぱいあるんですよはいはいはい多分なんでかはニューハーフのあーそういうことねなと思うんですけどだからで私足が大きいんですよえちなみに何センチあるの絶対 LL じゃないといけないですよ私そう LL でも入るかとかって時もあるんで、うん、そうでも向こうではちゃんと大丈夫靴も大丈夫形から、ね、ドレスも大丈夫、はいはいはい、ドレスもそんなに高くなくてだからいろんなところからドレスもゲットして、そうはい、いいですね。そうですね。着物ドレスを作っていただいたりですとか、着物のオーダー、うん、オーダーですね。着物タイにもたまに行くの？あ、タイはあのこの前いつだっけかな、7月に行かせていただいて、うん、その時もあの歌わせていただいて、バンコク市内で、すごいな。バンコクですね。はい。そう面白かったですね。もう偶然だけど、僕明日からタイなんです。どこですか？バンコク市内。バンコク。うん、そう私アソークってとこに滞在して。アソークに泊まるんだアソーク駅のすぐ近くアソーク駅のすぐ近くサマーセットってとこに泊まりました今ちょっと小声でいや本当にあのアソーク駅のすぐ近く、はい、へいやすごいねそう回った引き寄せてしまってねまたなんかすごいんだだから今年も何か所かもうバリタイと、うん、何イギリスと、うん、行かしていただいて、うん、そう来年そうですね来年も始まりは香港から1日から香港に行くんで1月1日、まあ、遊びも兼ねてすごいな本当にいろいろだからもう、まあ、あまり自分の固定概念とかじゃなくて、うんうんまあ、行きたいと思ったりとか求められる場所には、うんうんうん、あの行きたいなっていうのを思っていて、うんうん、だからまあ体調管理ですよねそういろんなだからそれこそイギリス18度でしたよ、ね、なのにイギリスはね寒いでしょすごい寒かった寒いみたいな感じでしたよ本当にやっぱああいうところ寒いところとかだと声とかなんか変わっちゃったりするんですかそういうのは関係ないいやもうそれはガクガクガクしてたら声は変わるんですけどそうすよ、ね、やっぱり北海道張ったりとか、うんうんうん、冷やさない努力はしますねあそう今ちょっと薄着でいさせてもらってますけど、うんうんうん、さっきまでぐる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 巻いてたの、あ、そうなんですね、あの首に巻いたり長袖着たりとにかく暑いとこでも自分が体温高ければ、うんうんうん、そんなに暑く感じないんですよあ逆に自分が体温冷えてると、うんうん、あの外が暑いから気温差で
そういうことか。すごい暑いって感じちゃうんで、そうだから自分の体体温今私この前この前っていうか36度7分ぐらい今あるんですよ。ほら本当だ暑い。あ本当だ体温高くて今高くなったんですよ。へえ。35度台だったんですけど、うんうん、そうするとすごい風邪ひいたり体調悪かったりとか、うん、もう何朝起きれないとかだったんですけど、体温上がってきたら今こう実は20公演ぐらい年末までに今度あるんですね。北海道行ったりとか静岡どっかもういろいろあるって、うん、だけど体温が上がってれば大丈夫って感じです。いや本当だよ。基礎体温が高い人は、うんうんうん、免疫力高いわけよ。これどうやって上げたんですか、うん、冷やさない努力をしたのと冷たいものはあまり飲まない、うんうんうん、あと小麦粉は結構冷やすので、うん、あとなんで小麦粉大好きですよ、はいはい、ラーメンとか、うん、パンとかでもそれだけ食べるってことをやめました。タンパク質も取るとか、タンパク質は燃やすから、はいはいはい、お肉とか、うん、そういうのは体温上がるんで、うん、そうあとは生姜とかニンニクとか、いいですね、ネギとか大好きなんですよ、はいはいはい、だからネギサラダとか食べます。小口ネギを切って、えネギサラダ、ネギのみ、ネギサラダ、ネギのみ、えネギのみ何もかけない？いやネギとあとごま油、うん違います、あ小口ネギ細いあのネギ、うん、さら切って、でそれでごま油と塩と少しニンニク、うん、あでも美味しそうだな、やばい、すごい美味しいですよ。それにもやし茹でたの入れてもいいし、何いろいろやっぱり超はできる。お腹すいちゃった。でもそれ粘膜にいいんで、でもめっちゃネギ臭くなりますけども、うん、絶対うまい、うん、でも免疫アップはやっぱり欠かせなくて、うんうんうん、で私体が楽器なので、はい、やっぱり体調管理、うん、そうでも今、ね、体が楽器っていう ねいや皆さん体楽器なんですよ。皆さん体で仕事してるわけなので、私が歌を歌うからってことではなくて、うん、ね、皆さん、うん、それで仕事してるからやっぱ健康って大事なんだなって身に染みて、そうだよ、ね、感じてるので、そうですよね。まあ、この番組でもね、たまにいろいろ健康の話とかさ、はい、医療的な話題になった時に、はいはい、必ずこの免疫力を上げるために、はい、まあ、何を食べればいいかとかさ、うんうん、気をつければいいかって言ったら、やっぱりトップに来るのはニンニクなんだよね。そう、毎日でもいいからニンニク料理は、うん、ね、すったりすりおろしたり刻んだりいろんな焼いたり煮たり、うんうん、ね、鍋に入れてね食べたりとかっていう形で、うん、毎日でも食べた方がいいらしい、うん、ニンニクは、うん、ニンニクも大好きですね、うん、そう、もうニンニク匂いなんか気にしらんないよね。そう、でも美味しいニンニクっていうか、例えば青森の、うん、すごい美味しいニンニクってホクホクしてジャガイモみたいじゃないですか、はいはい、やっぱり超うまそう。だからそんなに臭く匂いも少ないんですよね、うん、ああそうなんだ。そうそう、生で食べたらダメですけど、いいニンニクね、うん、もちろんだからやっぱニンニクはよく取るようにしてますね。最近ね、うん、気づいたのがこのまあ、炊飯器のご飯があるじゃん、はいはい、ご飯の中に、はい、ニンニクを剥いたやつを、入れとくじゃん、うん、もう1時間もしないうちに、うん、もうホクホクトロトロになっちゃうよ。炊き終わった後の中に入れるんですか？入れてもいいし、そうなんですか？最初から炊いたらもう本当にもう柔らかくて、もうなんちゅうの、埋もれてしまうぐらい。これご飯に匂いはつかないの？つくよ、もちろん。まあつくよね、ニンニクだから。だからまあでもね、ま、よくこう炊き込みご飯っていうかね、ジューシー、沖縄でいうジューシー、うちのお袋が好きだから作ったりするわけ、はい、でそこに入れてみたわけさ、うんうんうん、何個か、うん、そしたらもう溶けるようにもうなくなっちゃってたから、すごい、これが、ま、丸々残ってたのがあって、うんうんうん、それ食べたらもうホックホクでさ、もう柔らかくて美味しくて、ジューシーとニンニクのコラボ、うん、あそれやってみます ねこれ絶対うまい、絶対美味しい、ね、それ30分とか1時間ぐらい炊飯器に入れて、はいはい、炊いた後に入れて、うんうんうん、でそれからホクホク状態取り出して、あ甘味噌で、うん、味噌つけて食べても美味しいよ。へえ、うん、生姜とかね、ま、入ったこの甘い味噌でお酒飲みたくなるじゃないですか。やばいっすね、これもうまい。お腹空いた。もう焼いてもね、煮てもほんと美味しいよね、ニンニクってね。美味しい。ただやっぱり気をつけてさ、うん、やっぱり国産のなるべく食べるようにしてるんだよね、俺も。
そうですよね、うん、うん、私もそうしてますね。まあ確かにね、あっちさんは安いのはね、まあ、いっぱいあるけどさ、すごい安いですもんね、うんうん、ただやっぱり僕が行ってるスーパー行っても、うん、国産からもなくなるんだよね、値段高いけど。やっぱそうだよね、だから皆さんやっぱり意識してんだよね、こだわりがねあるんじゃないですか。そうそう、でも沖縄美味しい食材もたくさんありますもんね、うん、エネルギーがいっぱいみたいな、うん、そうそう、ね、うん、でもやっぱり国産を、うん、なるべくね国産食べた方がいいし、うん、あとまあ高安社長もね言ってたように、はい、打ちますね、ミネラル、うん、地産地消でね、うん、旬なものを食べたら、うん、人ってやっぱり、まあ、自然に生きてるじゃない、はい、今でこそもう冷凍食品とかも季節に関係なくいろんなものを食べれる、うん、ね、ビニール、まあ、ハウス栽培とかさ、いろんなのができてるから何でも食べれるんだけど、本来だったらもうその時期の季節ものをね、はい、食べたら、うん、それだけやっぱりパワーが出るらしいね。そうですね、その時に必要だから、夏は何冷やすものがたくさんある、うん、だからなんかそうめんも、はいはい、なんでそうめん食べるかっていうと、麦は冷やすってさっき言ったじゃないですか、小麦粉、うんうん、だから冷やすからなんですって、うん、で簡単に食べられて、はいはいはい、そうそうそう、冷やしそうめん、流しそうめんとかね、そうそう、だから体冷やすため、うん、だから、うん、冷房なんてない時代、あ、そうだね、昔は、そうなんですって。この時期さ、この、まあ、時期過ぎたかな、だいぶサンマ俺大好きで、美味しい、はいはいはい、ただね、はい、まあ、本当に早いサンマったら8月とかさ、そのぐらいに出てくるんだけど、はい、うんうん、もうプリプリしてでかかったわけ、昔は、うん、へえ、今年のサンマはもう細くてさ、ガリガリで、うん、しかもあまり取れてないみたいだから、あ、そう、高くない、高かったですよね、高くなってるみたい、だって高かった、びっくりした、うん、数年前はさ、もう、うん、はい、すごいぶっとくてプリッとしてて、それがもう100円ぐらいとかさ、大量に取れてたんだけど、そうなんですか、誰かがまたどっかで大量にね、取ってるみたいよ、誰だ、日本の分も、誰かな、本当にもう連れてこいよ、ちょっとロケット打ち込もうかな危ない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 、危ない、危ない、危険です、この話題は危ない、いや、まあ、そんな感じでもうね、なんか、日本はね人口減少で何ていうかな、食料品は大丈夫だろうとかって言われてるけど、うん、今みたいにもう周りの国とかね、いろんなところがもう、はい、普段僕らが昔からね食べてたものをもう先取りしちゃって取っちゃってたりとか、うん、世界的な人口で見るとすごい増えてるんだよね、もう60億超えてるし、2030年50年までにはもう70億、80億、90億になるんじゃないかなっていう感じで、どんどん世界的には人口が増えてるんだよね、うん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 、だから世界、まあ、食料危機っていう感じもね、うんうん、本当にいろいろ騒がれてるんだけど、はい、まあとにかく全国ね、まあ、県外の人も結構聞かれてる方多いんで、はい、皆さん地産地消、地元のね旬なものを食べましょうね、うん、そうですね、体が喜ぶもの、そう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 、はい、たいちゃんはちなみに何が好物ですか、好きな料理でもいいし、もう、まあ、ちょっと冷やすんですけど、うん、じゃがいもですね、あ、じゃがいもか、じゃがいもが大好き、うまいうまい、もう私ドイツとか行った時にじゃがいもがあったのに主食みたいなのもう全然大丈夫ですね、へえ、ちなみに北海道のじゃがいもを食べたことある？いや、もちろんあります、めっちゃうまいよね、あれ別物だよ、マジですか、ほんとホックホクですよ、なんていうかなもう本当に別物、味が全然違うのね、もう大きかったりもするし、もう、うん、でんぷんこんなに多いのって感じですよね、だからでもよくスーパーとかに行ったら北海道産とかって書かれてたりして売ってるじゃないですか、はい、そう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 、まあ、ああいう、まあ、そうですね、あれと同じですか、そう、ね、なんか北海道で食べたからか知らんけど空気じゃないですか、空気も美味しいそういうことか、じゃがバター、じゃがバター食べて本当に感動してるね、いや美味しい、でもバターも美味しいんじゃないですか、バターも美味しいしね、そういうことか、そういう乳製品も美味しい、四つ葉バターとかね、いや美味しい、だから私10月の10、11、12で北海道の十勝行くんですよ、いつ10月の10、11、12十勝、あ、それこそ10日にコンサートします、あ、俺19、20、21、北海道、ずれてる、ずれてる1週間ずれてる、ちょっとずれてるそうなんだ、そうなんですよ、あ、じゃあ
情報、あ、トカチか、あ、俺は札幌だから。帯広、帯広空港。そっか。はい。ねえ、なんか一緒だったらよかったけどね。ねえ、もうじゃがいも食べてきますね。いや、もう俺も美味しいの食べてくる。あ、もうなんやかんやもうね、あの雑談してる間に残り時間も3分になってしまいましたけど、あのもう一度ね、たえちゃんのこの告知、はい、告知の方、はい、お願いします。あ、はい、はい、ローズヒップの21周年記念パーティーが11月の22日、水曜日ですね、アメクテラスでございます。で、お食事が6時半から8時ま で演奏が8時15分から21時15分で、なんと3時間飲み放題にビュッフェメニューが1、2、3、4、5、6、8品以上、デザートまでついて5000円でございます、はい、もしチケットあのいらあの欲しいって思ってくださる方はあのホームページ がございますので、木曽のソネギね、あ、昨日木曽のソギネコのねに太鼓の太鼓で妙で妙の子でソネ太鼓で検索して いただきますと幸いです。で11月の3日ちょっと前後しましたけれども、うん、ガンガラの谷で夜 6時ぐらいから演奏します。ぜひいらしてください。はい、はい、はい、ね、ぜひ楽しみにね、チーカーも一緒にね、北海道からも行こうね。ね、毎日聞いてくれてるって、ありがとうございます。十円効果さん、ありがとうございます。北海道からいつも聞いてらっしゃるんですね。あ、まあ、北海道寒いらしいから、ぜひね、厚着してね、参ります。はい、行きますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ということでね、何？いや、じゃあ、太鼓さん、沖縄でワークみたいなのもなんかやってるんですよね。あ、レッスンですね。個人レッスンもやってますし、これっていうのは告知みたいなのとか、なんか、募集とか。Facebook や、うんうん、ホームページで告知してます。あ、じゃあ、Facebook でつながったりすると、こういうのが分かるってことですね。アーティストページがあるのでよかったらいいねお願いします。あ、そしたら告知いたします。はい、ありがとうございます。ぜひね、皆さんチェックしてくださいね。はい、はい、ね、まあ、ビアガーデン B サイドでも今週金曜日にね、お笑いの、イベントがあります。29日金曜日7時から、純選手、新都助、ドラゴンエマニュエル、すっとこどっこい、野田家一句の青年会のエイサーと、ビンゴゲームとかもねありますんで、まあ、チケットは1000円になってますけど、また3000円で、ビュッフェスタイルの飲み食べ放題ということで、ビアガーデン B サイド、問い合わせ先が 098-893-3286 098-893-3286 です。こちらまで問い合わせください。はい、ということで、たえちゃんね、ね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来てください。はい、してください。レッツ深呼吸、この番組は、ビアガーデン B サイド、ワインバーセントマリノ、プレミアムウォーターの提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。いいね、これテンションちょっと上がる。よかった、本気で上がる。これジャガイモや辛いも美味しいのが熟成されているのよ。はい、で、いいね、熊本って熊本県のことですか？あ、ね、あ、熊本ね、そうですね、熊本県から。熊本行ってきましたよ。あ、うん、お疲れ様で、ありがとうございます。高松様、また来週。